白高株式会社は、兵庫県西宮市に本社を置く日本の酒造会社。奈良伊里の西宮里に位置する、辰馬本家からの文献によって創業した、伊勢神宮御領主を新鮮として提供している。酒造の他に、日本酒をテーマにした施設、白高六水園の運営も行っている。越造の長男、厚志初代、辰馬越造は、天保6年に、 西宮の朝尾家の長男として生まれ、辰馬屋本家の三女の婿養子となる。本家より独立し、当時西宮にあった笹部家の鱗蔵を買い取り、酒造を開始、鱗印と銘打って、江戸への積み出しを開始し、後、白鷹印を出す。引退後は、越僧と名乗る。長男の厚志氏は1883年に、辰馬屋本家に養子に入り、一時東京新川の、 坂戸屋、山形源次郎の要着師となったが、1896年に、辰馬本家に呼び戻され、家督を継いで十三代当主、辰馬吉左衛門となる。次男の豊和は、浅尾一郎介の養子となって、浅尾豊和を名乗り、その次女、時子は、新川の坂戸屋、山形商店に養女に入った後、辰馬本家の縁石にあたる本町辰馬や、辰馬一郎の三男。 山形正美を婿とした。二代目、辰馬越蔵は、初代、越蔵の長女門の婿。その長男、漢字が三代辰馬越蔵。三代目は、京都帝国大学で、考古学を学び、酒業の傍ら研究を続け、後に、辰馬考古資料館を設立した。また、第一次大戦後の大正契機には、1916年から、 世界恐慌後の1933年までの間に、越造の資産は20倍近くに増え、奈良の酒造会において、大手の辰馬本家、加納財閥に矢に次ぐ、資産額となった。その長男、辰馬官男が4代目社長となり、その娘婿の沢田明が5代目社長を務める。猿田彦神社に奉納された、白鷹の坂樽、る、日本酒、本格上駐。 泡森銘柄コレクション、白鷹からことばんく、2017年8月29日、閲覧。白鷹の酒倉で灘酒を学ぶ。西宮に本州、学校2016第2回、灘酒よもやま話。作タイムズ、2017年8月29日閲覧白鷹の酒蔵で灘酒を学ぶ西宮日本酒、学校2 0 1 6第2回灘酒よもやま話作タイムズ2 0 1 7年8月2 9日閲覧 ABCDEFGHIJKLM 会社、概要と、遠隔白鷹株式会社 abc journal of the society of viewing j a p a 78 280 280ドイ、10.6013ジャブルーソシュジャパン1915.78 280一瞬ュ0369から 416x 伊勢神宮五両手白鷹株式会社白鷹六水円公式ホームページ白鷹株式会社 abc 倉本のりゆき白鷹を訪ねる 地酒倉元海 AB 辰馬吉地財門 ?20 世紀日本人、明治天、ハット AB 大島友剛、つよなだ酒造家による事業の多角化と、資産管理、辰馬本家を事例として、企業家研究第7号、2010年10月、浜口久し、昭和戦前期の大資産家像、企業者活動を中心に、北海道情報大学企業級、ピアニッシモ、111から132、 1998年3月、静止タイガース白鷹株式会社。ありがとうございます。